はい、高須のパーク、ツリーなんか開放されてたんで、行ってみたいと思います。今日はね、スキー履いてます。で、ダイナの映像も撮ったんで、見てください。今日はね、12月20日、月曜日、15時、何時だったっけ ?31 分ぐらいかな。あ、まだオープンしてますね。15時、3時半にはまだオープンするんだね。これ何時に閉めるんだろう。てかさ、ツリーなんてさ、早めに閉めるよね。よっしゃ。よっしゃ。これ楽しそうだな。じゃあ、割と、パウダーだけど、割と重いから、気をつけないかんな。あっちも無難すぎて、どこまでツリーなんだろうな。よっしゃ。これは面白いぞ。ちょっと重いからね。重いからね、いけるかな。さあ、2級検定、何回やっても受からないけど、ツリーラン行ってみようと思います。行くぜ。いや、重いな、やっぱ。あ、でもね、まあ、むちゃくちゃ重くはないよ。ちゃんとね、脚力があれば、蹴散らしていけますよ。うん。いや、それ、トントン跳ねるから、全部蹴散らせんじゃん。こういう段差でさ、全部蹴散らせ。ガチガチではないよ。うん。パフパフではない。微妙だね。だから気持ちいいですよ。面白いよ。あ、さあ、もう行ってみよう。まあ、食べ残しはね、あんまりないね。ツリーの好きな人がさ、滑っちゃっとるね。無駄ツリーな。いやー、まあみんな食い尽くしとるね、結構。行くぜ。ああ、ちょっとなった。変なとこ来たぞ。これどうしよう。さすが、あっち行けるかな。どうしよう。あっち行ってみよう。お、少年たちが、うわ、楽しそうにやっとるぞ。こう、熊が出たら面白いよね。ていうかさ、熊出るんですよ、高須台になって。映像残ってますよ。オープンしましたね。ツリーガン。他のツリーガンオープンしたんかな？してないわな。下の方だもんな。高須ダイナーで唯一のツリーガン。うん、オープンしました。面白い。あそこさ、後期でさ、あそこ行ってさ、あそこから落ちたら崖じゃん。これはすげえ。ということで、はい、他の動画も見てね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。